ゆうつけ的電気。はい、全国のゆうつけ的電気ファンの皆さん、こんにちは。ということで今日はこちら、午後の紅茶アップルティーソーダー、パッパラーンデイ。僕らのクラスのリーダーはミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーマウス。はい、これね、ミニちゃんと写ってます。まあこれだけで、何十パー持っていかれてるんでしょうかね。はい、この絵だけでね、でも可愛い絵ですよね。ディズニーのアップルティーソーダと、午後の紅茶のアップルティーソーダ、期間限定。ティーソーダってあんまり飲まないですがね、昔時ハマったんですよ、ティーソーダ。あれ何やろ、あの瓶のさ、原液みたいなやつ売ってんじゃん、あの紅茶の、ちょっと甘い紅茶の原液みたいなやつ、あれをこう水で割るみたいな、あれのをソーダで割るのは好きです。すごい昔飲んだ記憶があるんですけど、まあこれはアップルティーソーダでございますが、全国のパス愛好家の皆さん、こんにちは。パスのお時間でございます。ではでは、ティーソーダ、キリンのね、午後の紅茶ティーソーダパスはどんなもんか行ってみたいと思います。アーペン、おうおう、キャッ。で、この後もシュワ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 、はい、いいですね。それでは入れたいと思います。これをこら、もうその手をやめるか。はい、入れたいと思います。多いね。ちょっとワイングラスっぽいでしょ。ワイングラス、もうええっちゅうな、俺。誰の歌やねんって知らない人はね、思うかもしれないですよね。ハウンドドッグでございます。ね。はい、これでなかなか、なんかいい、いい香りでございますね。それでは、いただきます。うん。あ、うん。思ったより炭酸がきつい。ああ、すごい、あのね、アップルなのよ。アップル、匂いもまあもちろんアップルティーやから、うわーってアップル食うんだけど、抜けは全部紅茶。あの紅茶のお茶の感じってあるじゃん、茶葉のふわーっと、紅茶のふわーって鼻抜ける、ストレートティーをこうふわーって飲んだ時の味がする。すんごいね、これは。これはでもね、ちゃんといいと思う。美味しいと思います。美味しいと思いますよ、これ。うん。10% 未満炭酸飲料ですから。まあ、入れ物も可愛いしね。ミッキーちゃんとミニーちゃんとね。これなんか、これはこのまま捨てちゃうのもったいないよね、これね。この絵ね。期間限定やからね。なんかちょっとこう置いときたいなと思うんで、剥がしてこうピッと置くのもいいかなと思うんですが、まあ、あのね、終わりたいと思います。終わりたいと思います。あのね、終わりたいと思いますっていうすごい。あの、違うんですよ。これ今、マイクを、この間マイクの話したでしょ、マイクがガリガリになってっていう、腹立って、腹立つわっていう話やってたんですよ。で、今まあちょっと、これなんどこのマイクだったかな、上にここピクってつけてるんですけど、タスカムやったかな、違うな、オーディオテクニカ、オーディオテクニカのマイクを多分つけてると思うんですよ。ちょっと後でちゃんと調べておきますけども、そのマイクをつけてるのもいいんですけど、やっぱりね、ここにつけるとね、あの僕、この一眼のオートフォーカス聞くと、カタ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 。っていうね、そのフォーカス音、なんていうか機械音が入っちゃうんですよ、目のここに置くと。でも線がね、これぐらいなんで伸びないんですよ、ここに置きたいんですけど、それはここにこの引っ掛けないと言ってるの分かる、ここにあるんですよ、カメラのここにね、あのフラッシュとかつけるあの、あそこ、ここにつけたいんですけど、ここにつけるとカタ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 、でここを置くには線が、延長線がいいということで、次回は延長線、延長コードそんなんでいきます。はい、ということで今日もね、多分どっかでとね、ちょっと気になるんで何とかしたいと思います。ということで、何の話だったかな、はい、ということで妖怪ウォッチプロトタイプでございました。さて皆さん、さよなら。嘘つくな、みんな。はい、最初はグッジャイケンパン。はい、ゆうすけ的電気はチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それから Twitter、アメブロ、Facebook、ツイキャス全て含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。笑みを浮かべて遠くを眺め、並んで夕日ただ見つめてた、消し去るように日
は落ちてゆき、絡んだ指は少し離れた。少しずつ見れなくて、話す言葉もただうなずいて、せめてもの思いまだ言えなくて、後に心を傷つけた。会いたい、会いたい、奏でても奏でても聞こえないこともある。奏でても奏でても聞こえない時もある。奏えても奏えても消えてゆくものもある。叶えても叶えても消せない。いい過去